人類の皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日は先日告知いたしましたこちらのキャンペーン、還元率が最低 20% から最大 30% になる課金方法のキャンペーンですねについて補足をしたいと思います。こちらは iPhone ユーザーの方向けになります。 iPhone ユーザーの方はこのキャンペーンを参加するにあたって、NOX プレイヤーなどのエミュレーターを使って参加をしていただくことになります。詳しく参加方法等々はこの動画の最後にありますサムネイルからご覧いただければと思います。本日はそのエミュレーターを使って実際に、キャンペーンに登録するやり方というのをご紹介したいと思います。では早速参りましょう。はい、ということでこちらが NOX プレイヤーのエミュレーターの画面ですね。この背景にあるのが PC のデスクトップになります。まずはパソコンでこの Huawei の AppGallery のサイトに行って AppGallery をパソコンでダウンロード、インストールをします。はい、ここですね。これダウンロードをします。そうしましたらこのようにダウンロードファイルが出てくると思うので、ここでエミュレーターを開いて、この APK ですね。ここを押して今ダウンロードしたこのファイルをエミュレーター内で開くと。はい、そうするとエミュレーター内でこの AppGallery をインストールすることができます。つまり、スマホにこの AppGallery がインストールされたということになりますね。そして AppGallery のインストールが終わりましたら、はい、エミュレーターでここは同意をするを押していただいて、ここは許可で大丈夫です。はい、でその後の流れですが、AppGalleryをまず開いてください。エミュレーターの中でですね。で、この右下の自分の Huawei ID にログインを押します。で、このインストールを押していただいて大丈夫です。押していただくと、このようにダウンロードが進んでいきます。はい、完了しましたね。はい、で、ここインストールを押します。完了をしました。で、その後は、一旦ここを押していただいて、はい、パソコンに戻ります。で、Huawei ID を検索。で、ここでログインを押していただくと、ここでこのような画面になりますので、新規登録ですね。ここを押していただいて、Huawei ID をご登録いただくということになります。必要な情報を入力して登録をすると。そうすると、はい、この通り、先ほどのエミュレーター内に Huawei ID ログインが反映をされます。で、そのままエミュレーター内で今度はブラウザを開いてください。で、このトラえもん招待 URL、トラえもんの動画の概要欄にあります。ここをコピー、ペーストをして、エミュレーター内でトラえもん招待 URL を開いてください。で、このような画面出ますので、画面を縦向きにするアイコンを押して表示ができると。はい、ここで招待 URL にエミュレーター内で入ることができました。で、ここでダウンロードをしてくださいということになります。はい、これもインストールで OK です。このダウンロードする際ですが、事前に元の森電のアプリを削除しておいてください。その際、必ずご自身のアカウントの連携、紐付けとなる情報ですね、Google メール、Gmail ですとか、メールアドレスとか様々あると思いますが、必ずメモを控えておいてください。はい、で、エミュレーター内で続きます。改めて招待 URL に入って先ほどインストールしましたので、今度は一旦森のファンタジーではなくてですね、間違えましたね。はい、もう一回先ほどのリリースキャンペーンのページに行って、はい、クーポンを受け取りましょう。はい、このような形でクーポンが受け取れます。で、クーポンはどこに配布されるかという、この、AppGallery 内のギフトのところにあります。ここでコピーをすると、得点コードがコピーを今されている状態です。で、そのまま、はい、この通り、萌えのファンタジーをエミュレーター内で開くということになります。で、これ、新しくインストールしている形になりますので、はい、ここは同様する。アカウントの切り替えのところでメモを控えていただいていた ID ですね。ID でしたり、その紐付けのアカウントの情報、はい、ここで入力することになります。アカウントパスワードの方もいらっしゃれば、下の Gmail ですとか、Twitter などで紐付けされている方もいらっしゃるかと思います。トライモンは Gmail で紐付けをしていますので、このような形で入るということになりますね。はい、これでようやく元のデータを引き継げると。これはデモプレイなのでこの画面になってますが。はい、ということで、このような形で NOX プレイヤーを使って実際に AppGallery をエミュレーター内でダウンロードをして、Huawei ID を作成。その後、トライモン招待 URL から森電をインストールをした上でクーポンを獲得すると。獲得したクーポンはエミュレーター内でゲームをプレイする中で入力をしていただくということになります。ちょっとややこしく見えるかもしれませんが、NOX プレイヤーをまずはダウンロードしてみてください。実際にやってみると、とっつきぐらいと思うかもしれませんが、意外とサクサク進みます。もしうまくいかない場合は、Discord 質問所まで、ご質問いただければと思います。すべてこのキャンペーンの参加方法、内容、背景、そして Discord 質問所の場所などは以前配信した動画の概要欄に貼っておりますので、先日の動画をご覧、実際に開いていただいてご覧いただければと思います。ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。